今回の動画最大の論点はなぜヒデポンがこの車をやってんの事故した車を直してんのっていうイギリスで2015年の6月25日グッドウッドフェスティバルでマツダ 767B はご覧の通りちょっとぶつけてしまいによって事故を起こして今も現在でも修理であったり調整であったりっていうのはリチャージの方で全部行ってます。なんんでこのおっさんが 普通こういうマツダのそういうレジェンドなそういう車っていうのはマツダがやるんじゃないのでもなんでヒデポンみたいなそのなんか「俺嫌いやねんおっさんのこと」ってたら多分おると思うねんないや絶対おる絶対おるなんでこのおっさんが触ってんねんっていうそういう風に思っちゃう人もいるかもしれんけどその辺の話をしてみましょうなぜ俺が触ってんの 枯れた整備士のヒデポンチャンネルはまあ去年から始まったわけですがこのメインチャンネル本当のメインチャンネルの方ではそのまあぶつけた理由とかそれをドライバーオーナーの星野さんが面白おかしく語った動画を上げてここでちょっと動画上げてますこの話は松田のことが大好きなユーザー。 松田のことが大好きで今もマツダ乗ってるユーザーのみん,なみんなにもちょっと知っとってほしいからなんであのおっさんいつも触ってね好き勝手にやってるやんってマツダはマズがやったらええんちゃうんっていう風に思うんだろうけど実はちょっと違う事情がいろいろとあるわけです事故の内容とかっていうのはそちらの本編の方の動画をご覧くださいただ事故後の見積もりとして8,000万っていうその見積もりが出たというのは本当のことでもう本当は動かなかった車ところが あのこの車がまあぶつかって直せなくなっちゃったんだよちょっと金額がすごくてっていう時にある方から連絡を頂い,いて、えー、これはねロードスタークラブの水押さんとかねそういう松田の OB の小早川さんとか木島さんとか松浦さんっていうそういう方々から「あの中村さんだったらこの放浪艦の制御なんかも多分できると思うんで松田の中では直せないんです」。 この状況は今もうユーザー会半になってしまってるんでマツダでは面倒見れないんでなんとか力になってくださいよというそういうお言葉をいただきましてマツダの OB の方から「じゃあ直しますか」とただ直すんだけどあの「いやそもそもなんで俺に振ったの?」っていう話をねそれはもうちょびっとだけ話を戻すと2006年2006年ぐらいから公共の施設で RX7 ばっかりを 集めたリンクセブンデーというのを10年間やってましたこれはね延べ3,000台の台数を集める大も日本で一番のイベントでリン空公園を管轄している大阪,の大阪府の土木局の方々それから泉佐野警察の方々にもちょっと道路,道路の使用許可なんかを得たりそれから隣空公園の使用許可をちゃんと申請書を出して。 で公共の場所で RX-7 ばかりをを集めるイベントを行ってましたその中でロータリーに乗るんだからロータリーを作ってくれた人小早川さんとか松田さんとかいろんなこともう本当にいろんな方々がおるんだけどもじゃあ皆さんが嫉妬っ,っていうのは雉真班とか松田の帯も読んでイベントやりましょうっていうのを10年間やってましたそれと同時にロータリーの文化を守るために RX7 というとか燃費が悪いとかね すぐ壊れる壊れてもなかなか直せんっていうそういう問題があったのでそれがみんなが共有できるようなホームページを作ってトラブルごとにツインタブボーが効かないよとかあれが壊れたよっていうそういうトラブルの事例をもとに修理方法を全てホームページで公開したページがあります。今ののううちのメインページからブログという部分ががあるんですがそここににっってたことによってたよ あの僕が日本でロータリーエンジンの制御を松田純正の、ね、制御をおそらく日本一知っていたので松田さんとか小早川さんとか木島さんが申し合わせてちょっとこの車もう事故でコンピューターもペロッとめもうハーネスもちぎれてねとんでもないこの状況だったのでじゃあ僕が、えー、直すんだけどうちにもお金がなかったので中村屋っていう。 その時まだ個人事業主やった中村屋でちょっとお金が足りなかったんでじゃあ,あのクラウドファンディングを起こしましょうって言ってそのクラウドファンディングをポンと起こしてマツダファンの皆さんロータリーな方々からちょっとクラウドファンディングでお金をちょっと集めてこの車の全,全塗装これをラッピングなんですが全塗装をしたりそれから、えっと、北米マツダに言うてそのタイヤがなかったんでエイボンのタイヤを送ってもらったり。 えっと、そういう活動をしてきて、えー、この車を支えてきたという前例があります。でまあさっきちょろっと出てきたその松浦さんという方が一番キーマンで松浦さんというのは、えー、1990年と1991年ルマで優勝した時に松田スピードの技術監督の一番偉い方だってまあもちろんそうだから偉い方だったから NHK のドラマになって。 コスモスポーツの代からずっとロータリーばっかりやってこられた方ファイルを作ってもらって皆さんに知ってもらうためのローータリーの語り部っってていうややつもやってました1年間やりました全10回小早川さん木島さん松田さん中島さんそれから松田スピードの中野さんとかそういうそれはずっとやってましたがコロナの影響でこの3年間途切れておりましたが今年5月の20日と21日 久しぶりに松田さんを呼んでこの上の2階会議室でロータリーの語りをまたやるというこういうようにロータリーのことを日本の中みんなに知ってもらうで文化を継承するそういう活動をずっとしていたというのがおそらくヒデポンに多分。 白羽の矢がプスッと刺さった理由でそれをやってなかったら多分これの修復には多分僕ではなくて他の方々が多分されてるんじゃないかなと僕は思います。で治った暁には海外ではオーストラリアの WTAC のイベントであったりからマット・マイクさんのねあのも持っておられるサーキット場呼ばれたり持って行ったりそれでまあ国内では。 メガウェーブであと富士スピードウェイとか鈴鹿サーキットの記念イベントなんかにも呼ばれるというそういうチーム編成を、えー、767B 星野っていうチームを作って。 そチーム長ね、<laughs> 僕がそれであのスーツも合わせるだからあの松浦ファンフェスなんか行ってもオレンジ色のね当時のカラーリングに近いようなデザインのつなぎに来た兄ちゃんが一生懸命これ車を押したりそうと思うんだけどああいうことをしたりしてサポートします。ただ とってももお金かかるんですよこれもタイヤ代も,もう,うちやしこう燃料タンクも、ね、うちちゃんと出してるわけだしこれ直せるからって仕事がたくさん他に入るとかっていうんじゃなくてマツダのユーザーが、ま、のファンの皆さんが喜ぶであろういというよりも自分自身がマツダであろうと思う心構えであると僕はそう思ってます。もうちょっとと重厚に出せと 動画をねあんなチャラチャラせずにっていうふうにそういう意見もあるんでしょうがそういう方々じゃ直せなかったの,その評論家では直せなかったの僕のようなエキサイティングなドラマチックな生き方した人間だからこそこの車をね直すために、えー、配線の修理とかプログラムのリプロをするのこれはもちろんうちで僕がリプロしたわけですが、えー、NEC さんとか IBM さんとかパナソニックのメン,メン,メンツね ユユーザーーーザザがいたんででセブン乗ってるユーザーでその方々の協力を得てリプロして今やもうねもうスイッチ一つでレクサスにキュ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 プンって普通にエンジンがかかるっていうそのぐらいまで仕上げてくるっていうのはおそらくまあ申し訳ないけどヒデポンだからこそできたんじゃないかなとは僕はそう思っていますのでちょっと皆さんの,そのお茶を濁してるかもしれない。マツダののファンだからこの車はね もうあの記念記念レジェンドなんだからそのもっと丁寧に扱えっていうそういうご意見もあるんでしょうがそこら辺はちょっとご理解を頂い,いてリチャージではねマツダの古い車から新しい車ディーゼルまで最近の車がさまたほったらかしやからなソフトウェアがやっぱよくないからやっぱり CX5 とかマツダ6なんかがない,いつもの、えー、と今やってるあの レーンキープアシスタとかねこういう古い車ができるならやっぱ新しい車もできるのよソフトウェアとハードウェアは表裏一体だからいや表裏一体というか一体なんでネジだけ締めたら OK ではなくてソフトウェアも理解してないと今の電子制御の車はやっていけない時代が来ていますなのでこのチャンネルを見る整備士の皆さん現場の皆さん松田の皆さんただて社会はあるんだろうけどやっぱりソフトウェアと連携していかないと 今の CX チキティに関してもソフトウェアね自動運転レーンキープちょっと昨日一と日ぐらい出したけどあのやっぱレーンキープに関しての制の度であったりっていうのはやっぱソフトウェアとハードウェアが綿密に連携できるようなつながりがあってこそあの仕上がりになっていくと思うのでヒデポンチャンネルはマツダのユーザーのためにいやみんなが喜ぶことをやっていこうと古い車にも新しいせ制御を入れて CX8 は5年前に買ったんだけどちょっとレーンキーパー前からちょっとまっすぐ走らせてえなっていうそういう方向性を出していこうと。ぶつからない人がぶつからないえっと人を認識せんのやったらそのコマンドを入れて人もちゃんとぶつからないように古い車にも入れていこうっていうできないよ普通は普通はできないんだけどできる方法もあるそれを模索しながら探してみんなが喜ぶマツダファン 枯れた整備士としてやっていきますんで面白かったら高評価を入れとってください <laughs> 拠点地お,らん、ね、<laughs> お休みですがえ一番最後は何,何言うんかなあの人やったらグッドウッドフェスティバルで CX あ <laughs> CX ちゃうわ <laughs> Oh! <laughs>